大竹のもっと言いたい放題、今日はジャーナリスト、青木治さんのコラムです。いしますいきなりですけれども、うん、NHK のです、ねはい、稲葉会長がです、ね、うん、20日、だから昨日、うん、おとといの定例記者会見で、うん、こんなことをおっしゃったんですね、うんえー。どうすれば投票の判断材料を適切に提供していけるか。 公共放送として果たすべき選挙報道のあり方を真剣に検討していく必要がありますと何のことをおっしゃってるかは分かりますよね兵庫県知事選挙の問題さらにこんなことをおっしゃってるんですよね。 視聴者にも迷いがあるとにもかかわらず既存メディアから適切に情報が提供されないことに不満が表明されたのではないかとはい、はい、あされているのではないかと兵庫県知事選出口調査であの若年層で、まあ、SNS とかまさに SNS 今日話をしている動画サイトを参考にしたっていう有権者が多かったことを。うんうん まあ重大な事実だととといいいうふううふに思っているということなんですね兵庫県知事選挙、あのー、これいろんな論点があるので全部の論点ちょっと時間そんなにないので話せないんですけれども、はい、やっぱり一つだけこの、ね、今回の兵庫県知事選挙、まあ、これ皆さんもうすでにご存知の通り、うん、メディア環境がものすごい激減した中で、うん、ある意味で既存のマスメディアではなく、うん、その影響力の パラダイムがこうネットや SNS にシフトしたのではないかということを言われていてまあこれは別に日本だけで起きている現象ではなく世界的に起きていてででまあこの傾向はおそらく今後どんどん強まっていくっていう意味で言うと そのメディア環境のパラダイムシフトが最大の原因のところあるいは今回の,その兵庫県知事選挙はその一つの行使になったのかという捉え方もできるしその捉え方は間違ってないとは思うんですけれどもただやっぱり一個思うのはこれは文化放送をはじめとするラジオもそうなんですけれどもちょっとこう 旧態依然としたその選挙報道のありようっていうのはもう完全にやっぱり見直すべきだまさに NHK の会長がおっしゃるくらいだから見直すべきだろうなっていうふうに思うんですよねつまりかつてのようにテレビ新聞ラジオからま雑誌くらいしかなかった時代はそこが情報をピタッと止めれば、まあ、ある意味でこう一般市民我々含めて情報がなかなか入ってこない。はい、で選挙期間中は その公平公正だということで特にテレビなんかはもうその選挙のが公示、うん、あるいは告示されると、うん、ほぼピタッと関連報道が止まってしまってただ公職選挙法なんかとか放送法なんかに言っているのは、うん、これ皆さんご存知の通り別に報道しちゃい選挙報道しちゃいけないなんて一言も言っていないわけですよね。うんうんうん でむしろその積極的にやりましょうって言ってるんだけれどもこれを振り返ってみると例えば自民党野党もそうなんですけれど、うん、選挙期間中にの報道にねややえのやえの言ってくるわけですよ、うん、公平にやれとか街の声も公平にしろとか、うん、スタジオに来る人たちは、ねうん、その人選も公平にしろみたいなことを言い出して、うん、で結局萎縮して萎縮してテレビはほとんどやらなくなったと、うんでまあ、新聞もやっぱりその傾向から逃れられていないところがあって、うん、そうすると。 公示告示された選挙戦に入るとやっぱり有権者の人たちがなかなかこう情報が取れないっていうところの中で、はい、SNSYouTube、はいまあ、いろんなネット上で「まあ、うぞうむぞうの人」ってあえて言いますけれども、はい、うぞうむぞうの人たちが、はい、わーっと情報を流すとでそれを見るとでそれがまた戦場的であったりとかもちろん 事実をきちんと指摘しているのもたくさんあるんだけれども、うん、誤情報間違った情報、うん、フェイク情報あるいは誹謗中傷みたいなものがわっと出ていっても止まらないわけですよね。はい、つまり既存のメメデディィアアマスがある種こう、うん 選挙の告示公示になっちゃった途端に情報の空白ができてその情報の空白のところにわーっと SNS の情報が入っていっちゃうというような状況っていうのはもちろんこの流れは止まらないしそれが決して悪いことだけではないと思うんだけれども誤った情報はこれは誤っているよとかねあるいはそのこう誤解を招くような情報にはこれはちょっと違うんじゃないのとかっていうようなことで。 これまでのなんかこうある種禁欲的っていうか抑制的っていうかあるいはその自粛的っていうかなの既存マスメディアのこう選挙報道っていうのはこれまでは僕らよく言ってたのはその,権力との関係でででよく文脈で言ってたんですねつまりその政治権力監視するのがメディアの役割なのにそのこうしなくなっちゃうのはおかしいじゃないか。あるいは、うん メディアがそんなことしてるから投票率が上がらないんだみたいな批判もあってもうそのいずれもその通りなんですけれど、うん、そういうのに加えてやっぱり情報の空白が何を起こすかっていうことを考えて、うん、もう少しこう積極的あるいはもっとこうラジカルにね、うん、こう選挙報道っていうのを、まあ、テレビ 新聞、まあ、ラジオもやっていく必要があるのかなっていうのが、まあ、あの繰り返しますけど先ほどの NHK の、ね、会長、まあ、これ一応 NHK の会長ですからね公共放送の会長で、まあ、まさに放送法とかそういうものっていうものを一番考慮しなければいけない立場の人がここまで言ってるっていうのは僕は画期的だし意味あることだと思うんですけれどもやっぱり考えるべき時が来たのではないかないしかその情報を得る手段がなくなくっっっちゃった状況っていうのは うちの国だけですかいや、そんうんとね、でも選挙報道をこんなに、あれでしょうね、まあ、全部の国がどうかっていうのは別として、僕も知らないんですけれども、ただやっぱり選挙が公示、告示されると、本当にその、特にテレビなんかは、はい その各候補の言い分をこう公平にやりましょう、秒単位で公平にやりまし言うみたいな、いいな触れるなとかも言われますよね。言われななっちゃってね、うん、で逆に例えば、ね、情報番組にしても、ワイドショーにしても、まあ、ニュース番組はそうでもないかもしれないけど、やらなくなっちゃう、でしかも今ね、あの各メディアも、テレビにしても、新聞にしても、ネットでね、こうホームページ媒体持ってますから、はい、そういうのも駆使しながらやっていかないといけないんじゃないのかなと思いまあ、そのあれだよね。 その大手メディアが放送、まあ、ちょっとためらってる感じっていうのは前からあるじゃない。うん、ありますよね。だけどそれをやっぱり逆手に取られたっていうか、うん、その大手メディアはやらないよなっていうところを SNS とかがこうどんどん始めたというのでまあ、だから。 メディアはメディアで今までの報道のちょっとした負い目はあるわけでよね、うん、ですよそれは大いに批判されるべきだけど。負、まあ、い目があって、まあ、それはもちろん、まあ、民放にはスポンサーがついてるとか、うん、そういうのもあるし、うん、まあそれ以外でも負い目はあると、うん、だからここはしまったってとこなわけだよねうん、うん、だからといってこうじゃあ何でも流せるかって言われると、うん、そこにも 例えば、まあ、この間の総,、まあ、総裁選はまあ市民とは、まあ、ちょっとだけ、ねうん、まあ党内のことだけど、まあ、9人も、ねうん、10人も立候補されてそれ全部公平にみたいなことにするとやっっぱりちょっとね総裁選は、ねうん、あれ国政選挙じゃないので国政選挙じゃないけどもやればいい,、うん、いいと思うんですけど。うんうん でも、もっと自由に、だから、逆に言えば、だから、大竹さんおっしゃる通り、なんでこれまで選挙報道を控えてきたかっていうか。要するに、与党に言われてるビビってたわけですよ。そうだね。それ完全に追いま追い目ですよね。で、そんなことやってる場合じゃない。罪人と、つまり、今回の選挙って問われてるのは。 やっぱりいろんなものが問われたんだけど、はい、やっぱりメディアのそういう報道姿勢が明らかに問われたんだと。だねうん、っていうことは、本当にかみしめて、うん、まあ、だから、N. H. K. の会長、こうおっしゃってんでしょうけど。うん、で、これ、言うだけじゃなくて、うん、やっぱりどうあるべきなのかっていうあたりを。い,ね、いや、変えなくちゃいけないでしょで、変えたからといって。うんうん そのね、うん、フェイクのこう万円っていうのを止められるとは僕は思わないんだけど、うん、でもそれ止められなかった、うん、あのやらなかったら、うん、マスメディアはますます信用を失っていくんじゃないねって感じますよね。ありがとうございました。青木おさんのコラムでした。うん、来週月曜日のこの時間は月曜レギュラー経済アナリストの森永卓郎さんのご登場です。以上大竹のもっと言いたい放題でした。